身の2021年 V1 の折れ線グラフ、改めて見ると美しい。やっぱ阪神はこうじゃないとどうしちまったんだよ。ヤクルトの追い上げやべえな。今の阪神の後半戦成績はこの時のヤクルトは愚かぶりや面してた時の巨人より勝率えんよな。巨人が秋に首位だったの全然覚えてない。2008も失速してない定期、横浜定期、1球団戦がなくなってるんですが、今年はヤクルト B クラスやもんな。落ちすぎや。ただ終盤かなりブーストしてんだよな。スアレス2イニングとか使ってきてリードされなきゃ負けないモードだった。矢野には絡みまくってた村上は今年はおとなしかったな。大失速ではないが勝ち越し積み上げてたのが横ばいペースになったらそれは失速という。